めちゃくちゃ圧倒しましたけども、スーパー兵器はちょっとね、出せなかったかな。さて、分かったので、まあちょっとアメリカはじゃあなしにしまして、ブラジルとかどうなんですかね。一応、高いらしいですけど。7カ国名行ってみますか。全部ってことかな。2、4、6、あ、でも全部じゃないか。まあ勝利さえすれば何か起きそうなんで、ちょっとブラジルで行ってみようかなと。まあ出るかな。潜入者、上級の訓練を受けた精鋭ばかり、それ特殊部隊で、派遣する部隊か。まあ一応やっておきますけども。さあ、イスラエル、インド、パキスタン、アメリカ、中国、北朝鮮、西ヨーロッパ、ロシアと。ブラジルか。ブラジルの外交のあんまりイメージないんですけど。どうですかね。ブラジルはどこかな。ちょ、もう早めに動きたいよね。やるにしても。リサーチは、まあ、自動防衛はパパッと行きたいですよね。そのための土地がいると思いますけども。これじゃあ、アメリカ、インド、パキスタン行ったのか。ヨーロッパかな。早めにやろう。アメリカと戦う感じだね。まあちょっとクリアまでやるかわからないとして、アメリカを滅ぼすか。じゃあ。さあ、組みました。中国ロシアか。クソ厄介な同盟ですね。そんな世界になったらもうおしまいですよ。ソウルが沈んでる。日本はどうなんだろうね。誰も取れないのかな。北朝鮮が早いですね。あまりにも早い滅亡だね。暗い。おお。細かくいきますね。ニューヨーク着弾。おお、ナイス。ロシアか？さあ、結構まあ近いね。イスラエルが早っ。ゲームスピード早すぎません？ IR ビームすらないんだね、これね。今思ったけど、まあ、せめて中距離はないと話にならないかな。その間にこう他も進めながらね、自動防衛はとりあえずやるとして、まあ、弾道自動防衛だよね。まずはいな、撃つの。よく攻撃できましたね、逆に言うと。よし、いいね、いいね。対応できてないみたいです。シカゴ、ナイス。ロシア核弾頭いいね。やっぱロシアはアメリカが嫌いなんだね。アメリカもやったね。うお。やばあいつら。怖っ。中国もやってる。ブラジルの存在感ないです。何あの、いや。え、研究早くないですか？まあ、あんなにいけるんですかね。うちの初歩作用、それに対しての。キャパシティ増やします。サンクトペテクブルクが転んだね。言えてませんけども。怖いな、世界怖いわ。うち弾道ないですからね。核がないわけですからね、つまり。さあ、IR ビーマー来ました。作っていきましょう。スローダウンですね。内回りじゃないも滅ぼされるモブの一つじゃないかな、すぐに。同時攻撃はやめたいですね。なかなか言わないので、まあ、ちょっと撃つくらいの感じで。西ヨーロッパ、ロシアと組んだらもう西ヨーロッパダメですもんね。中国、アメリカ、インド、パキスタン、超大国同盟じゃん。強すぎるじゃん、それは。強すぎるも程がありますよ。やっぱアメリカ落ちましたね。バイデンになって何か変わったのかな？中国と組み上がりましたね。一番ありえないと思うんですけど。攻撃仕様にも怖すぎるな。アメリカと中国が組んだら多分ロシアと西ヨーロッパが組むんじゃないかな。リスク的にね。そうせざるを得ないというかね。
とりあえず IR ビーム入れておきますけど、攻撃する恐怖があるね。さあ、早くなった強化ミサイルと、まあ、大した必要性はないと思いますけども、研究のちょっと情報大事ですね。ちなみにこの目のマークないとね、これまあ位置はわかりますけど、光の場所はね、人工衛星はわかりますが、そのどこを撮ってるかわかんないんですよ。これ研究しないとね。アメリカで始めたんですごく恵まれてましたけど、こういうちょっとね、劣ってる国だと、まあ、最初は情報が不足してるかなと思いますね。案外安全なもんだな。え、ロシア滅んでるんだけど。まあ、あれでもアメリカ、中国、インド組んだらね、もう人口比で言ったらどうなのよ。相当じゃない？撃ってきたね、多分ね。でもさっきの攻撃見てるとさ、あんなんただのね、ジャブですよね。反応見るみたいな。様子見伺いミサイル攻撃ですよね、今のはね。しっかり作っていかないとね。リサーチもうちょっとおりますよ。終わった瞬間にちょっとやっていかないとね。チリでやるか。さあ、これでアメリカが見えるはずです。あ、結構ボロボロだね。でもないか。あ、この辺撮ってんのかな？やばいな、地球ね。これあれじゃない？耐え切った時にさ、南米がね、力取り戻すわけですよ。昔のアルゼンチンじゃないですけどね。覇権握れるんじゃないかな。アルゼンチンね、こう、また経済潤うかもしれませんね。わあ、ここ潰したいな。インドか。あれ、西ヨーロッパが溶けてるよ。待って待って待って。え、そこはせめて仲良くしないとさ。よし。これ飛んできてなければね、外交できますからね。いや、待って待って待って。いや、あれ、うちか？うちだな。やべ、やめて、やめて、やめて。そんな。終わった？違うね。ないだけか。中国降伏しましたね。あいつやろう、やってやろうじゃないか、うちも。この間を狙って、ちょっと攻撃してと。さあ、でも中国がやられたと。これは衝撃的ですね、かなりね。研究怖っ。ギリか？いけてる、よしよしよし。攻撃を続けよう。アメリカを滅ぼそう。はめかうわけです。あと何がいるんだ？西ヨーロッパ、待って、そこ組んじゃダメでしょ。インド、パキスタン、ブラジル行こうじゃ。インド、パキスタン、ブラジル同盟、新興国同盟ですよ。ブリックス同盟ですね、じゃあね。アメリカあんなかかったっけ？アメリカが散り染まってますけども。来ました、新興国同盟です。まあ、そんなことよりもさ、ICBM 来たね。ナイスナイスナイス。今日バランスのいい攻撃できてるんじゃないかな？今ね、ただ土地を、今ただ土地をね、削ろうかなと。アフリカを先にね、滅ぼしていることによって、ヨーロッパが出てきた時に、もうね、汚くしておこうと。アフリカの方には悪いですが、ちょっとね、富を取られないためにもね、ぶっ壊しておくべきですよ。何もなければ帰りますからね。あるから来るんですよ。よし。この暴論のもと、ぶっ壊していきましょう。ICBM 来たからね、IRBM いらないんで。理由なき攻撃。仲いいよね。あー、あれ、ブリックス装備切れてるよ。うちかじゃ。うちなのか？うちではないんですね。同盟早くない？切れんの。仲良くしていきたいですけどね。我々としては。打ち込め打ち込め。
打ち込んでおけ。先手必勝よ。入る前に滅ぼせというね。光があれば打ち込みます、我々は。さあ、どうかな。よし、ヨハネスブルク壊滅。あれ、あ、打ったっけな。あ、ナイス、ナイス、ナイス。ひどすぎる。外交地区、ああ、やっぱ消えてますね。あれ、インド、パキスタンがいるのか、あそこに。あ、ヨーロッパじゃなかった。あれ、西ヨーロッパじゃどこにいるんだろう。あ、じゃあ我々分かりました。同盟国を攻撃しましたね。それは申し訳ないです。そうかそうか、分からない。国旗とか出してくれれば分かるんですけどね。ちょっと抗議しておきましょう、インドの方に。紛らわしいじゃないかと。あれ、なんか飛んでない？ん？気のせいかな？あんなんと、アメリカか？アメリカあそこにいるんですかね？アメリカの位置がわかんないんで、この辺ですかね？ああ、これ、そうなんだ。色が、やっぱ研究してないのか。この辺ね。領土の研究がまだできてないんですね。なかなか。そんな近くにいたんですね。じゃ、バンバン打ち込んでいきましょう。まあ、弾道弾じゃないですけど。打ち込んでいけばね、わかるだろうと。ひたすらね。研究待たずして滅びそうですけどね、これなら。そこで多分外交維持できるかな。あれ、やっぱダメですね。危な。いやー、じゃあいいか。まあ多分安全でしょう。どの辺にいるんだろうね。あ、撃たれた今。とりあえず作りまして、攻撃しましてと。この辺でじゃあ研究かな。あ、もう自動防衛来てますね。よーし。さあ、西ヨーロッパ撃ったみたいですけど。カラチ。あー、あれすごいね。撃ちますね、こうね。ICBM 防衛強化と。さあ、もうじき戦略兵器いけんじゃないの？あー、そっか、どっちも従えてないか。アメリカしぶといですね。迎撃が早いというかね、なかなか耐え忍んできますけども。絶え間なく撃つしかないよね、こうなると。これさすがにキャパオーバーじゃない？うちも危ないけどね、今ね。来た来た、ナイスナイスナイス。おお、でも結構飛んでくるね。まあ、タイムラック行きましょうか。今なら弱ってるんじゃないかなと。ブラジルがアメリカを押してるよ、今。インド、パキスタン、怖いな。うちは兵糖を買ってないんですね、これでもね。まず西ヨーロッパが滅んだよ。これは、インド、パキスタンが、相当強いんじゃないかなと。これ危機感ですね。まあ、アフリカは先んちで結構ね、滅ぼしてるんで、結構いいんじゃないかなと思いますけども。アメリカ軍まだいますか？あ、いますね。え、そこ組むの？ちょっと待って待って待って。じゃあ、やばいな。
ちょ、灰にしよう、灰にしよう、ここは。一斉攻撃もありかな、こうなるとね。アメリカ、北米大陸もやったと思うんですけど。どうですかね。今ので、ほとんど滅ぼしたと思いますが。さあ、最後は新興国ですね。これからの未来を見るような感じじゃないでしょうか。台頭した国が戦うみたいなね。熱いストーリーなんじゃないですかね、これは。あ、もう、やばいな。え、もう何も残ってないですけど。侵略できないとここかな？あ、待って。アメリカ滅んだね。さあ、残されたはインドか。あれは何ですかね？おお、うちそこ持ってませんよね。じゃあ逆に北米に行く感じはね、さっきとはまた違う展開になりますが。あ、これうちしかないもんね。外交なんてね。守れるでしょうか。わ、いった、一発いくらっちゃったね。どっちにしろ飛んでくるならうちも撃ちましょうか。細かい撃ちだね。いろんな方向から撃っていって。まずはね、敵の目を減らしましょうよ。敵の目？敵を撃つ手だね。これ結構危なそうですけどね。バンバン撃っちゃってと。なかなかでもすぐやれそうじゃない？新たな国を獲得する時間が短縮。あ、これいいですね。あ、上級外交時そんな感じなんだ。まあ、ちゃんとね、見てないっていうのもあるんですが。研究、右下も重要だね。ってことは全部重要だね。左下は敵の地域の情報を見れると。で、右下は土地早く取れるんで、こうね、ボコボコになっていくと思うんですけど、その再建が早いよと。はい、ドン。終わったんじゃない？これで。ムンバイ。うわ、すごい知りますね。さすがにね。終わったね。さあさあさあ、ブラジルでも行けましたね。戦略兵器に関してはわかりませんが、こんな感じでね、ミサイルを撃ち合うゲームです。本当に外交もほぼないですよね。もうね、私は外交者相手を攻撃するみたいな。行かれたことをしましたが、もういろんなね、国、まあ実在する国がね、まあ技術力もある程度反映されていると思いますが、外交の好き嫌いがないんでね、面白い世界になったね。アメリカと中国が組むっていうね。もうそうなった時の日本はもう、ね、ないんじゃないですかね。って感じがしますけども。これ多分増えるごとに敵対国家増やせるんで、最終は全部いる状態でやれるんですよね。そのためにはこれ、目標を達成していかないといけませんが、西ヨーロッパならアメリカ、アフリカを征服と。ロシアとか結構強そうですけどね。ハードコアモードじゃん。カザフスタン、でも技術力すごいね。そんな印象はあんまないんですけど、うん、まあ、とりあえず今回はね、ちょ、世界情勢を鑑みましてミサイル撃ち込むゲームやってみました。鑑みてないかなってことで。